京阪6000系電車、京阪6000系電車、京阪6000系電車は、1983年、昭和58年に登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。112両が在籍し、現在の京阪電鉄で最大両数の系列である。河川電圧1500ボルト昭和前の1983年、昭和58年に、 小圧に対応できない、休憩列車両を置き換える目的で導入された。省エネルギー、快適性の向上も目指して設計されている。6001回、4両編成が1983年3月2日に、竣工し、同月17日に運行が開始された。当初は600ボルトで使用するために4両編成5本20両が、視線でも運転されていた。 1983年12月4日の1500、ボルト昇圧と同時に4両編成5本は、中間車3両を組み込み7両化されたほか、心臓の7両編成6本も同時に運用を開始した。1986年昭和61年10月、京都地下線、三条駅東福寺駅観光時の、市運転車両搬入に伴う車両不足に対応して、 6012、編成が4両編成で導入された。この編成より、ブレーキが改正ブレーキ併用の、全電気指令式ブレーキ HRD-1、R から、改正ブレーキ優先全電気指令式ブレーキハーダ -1 に変更された。以後の軽半線の新造車はすべてハーダ -1 になる。1987年、昭和62年5月24日の三条駅。 東福寺駅間地下化工事完成と、クズの廃駅以東、伊北の急行停車駅のプラットフォームが8両編成対応に延伸されたのに伴い、同年6月1日のダイヤ改正から、全線通して運転される、急行の8両編成運用が可能となったことから、これに合わせて1両を増結した8両編成が3、編成蘇生された。 1989年に製造された6014、編成の京都型3両は、VVVF インバータ制御方式の長期試験車となった、残りの4両は堺地位制御方式のまま。その結果は、同年に製造を開始した7000系にも反映された。1993年、6014回の VVVF インバータ制御試験車の3両は、 車両番号変更の上7000系に編入された。その代替に6000系として3両が7000系の車体をベースに、堺人走制御方式の機器を載せる形で作り、されて、編成内の制御方式が統一された。そのため、2代目に当たる6014号車を含めた京都型3両は、全面形状と窓枠の形状が、他の本系列と異なり、 七0系と同一規格になっている。以上のように増備を続けて八行編成十四本百十二両の総数となった二千六百系列番内の老朽廃車が進んで同系の両数が減少したことで本系列が軽阪電鉄で最大両数となった従来の車両設計にとらわれず次世代の車両を目指し製造されたアルミ大型押し出し型材を 初めて採用し、一段加工方式のユニット窓で、側面をすっきりとまとめた。車単側、扉間ともに2枚ずつとした窓配置の関係で、従来の3、扉車に比べて車端部が長く、扉間は逆にやや短くなった。正面は多編成との並結をしないため非貫通とされ、全面窓に分割するサイズの外扉き非常扉を取り付けた大胆で斬新な設計となった。 また、全商灯も窓ガラスの内側、行き先表示器や列車種別表示器の一角に配備するデザインとなった。現在の京阪電鉄車両の基本寸法、を、京神線、石山坂本線、工作線を除くである連結面間隔 500mm、車体長 18,200mm、また一般車において停車駅にてドアが開く際のみに行われる。 自動案内っぱなし装置及びと指名予告ブザーオンは本系列が低班で初めて採用した制御装置は2 6 0 0系以来実績を重ねてきた複管電動機械 G ソ制御で主電動機は TDK-8135A、端子電圧 375V、定格電流 460A、分巻械自電流 65A、出力 155kW、 定格回転数 1580rpm、主制魚器は、アクフ H8155 から 785a、直列15段、並列8段、弱め開示無段階である。最高時速は110、設計上は 120km 毎時、軌道加速度は時速 2.5km、S である。最高時速及び加速度は、後継者も、ほぼ同様である。壁の化粧板を、 従来の薄緑色から茶色系のものに一新し、後継者や京阪線2400系及び大津1600系以降の更新車に多大な影響を与えた。その後、検査入場の際、一部編成のカーテンが7200系以降と5000系で使われている灰色タイプのものに交換されており、2008年1月、 現在、6001.60026003.60046005.60076008.6116014編成で交換されている。2016年11月現在は、全編成が8両編成である。6500と6 7 5十には、簡易運転台があり、密着自動連結機を装備しているため、車庫内で切り離しが可能である。他の車両間は、 防連結機である、全編成、当初は4両編成、または7両編成で登場しており、1987年以降、順次8両化していった。第1編成第5編成と、第12編成は元来は4両編成であり、4両7両8両と、増結されていった。第一編成第五編成は昭和前に登場した、もので、全電動車の両編成で、 暫定的に6 0 0ト仕様で、視線や確定運用していたものである。1 5 0 0ト昇圧後に T 車3両を増結して7両化した。6012編成は 2M2T 編成で登場しており、電動車ユニット間に T 車を挟む蘇生であった。なお、8両化増結用車の連結位置は、第1編成第11編成が、京都方から5両目。 6 7 5 0系、第12編成第14編成が6両目、6 5 5 0系である。2003年秋のダイヤ改正後、7両編成が一時的に不足したため、6001編成から付随者を1両抜き取って、暫定的に7両蘇生としたことがあったが、半年程度で8両編成に復帰した。二千八年十月十九日の中の島線開業に、 伴う、ダイヤ改正では、第1編成と第2編成が2013年3月のダイヤ改正では、第4編成が8両運用の減少と7両運用の増加に伴い中間車両1両、6551.65526554減車した7両蘇生となった。その後、2015年2月から5月までに7200。 軽と9000系の一部の編成の7両化に伴い、第2編成第1編成第4編成の順に、再度8両化された。これにより、約6年7ヶ月ぶりに全編成が8両編成となったが、同年8月より、第3編成が6553を減車した7両編成となったほか、2016年3月19日の、 ダイヤ改定で第4編成も再び6554を外して7両編成化れた。同年11月から12月までに7202回と9004回を7両編成化したことに伴い、6003回6004回の順に8両編成に戻され、再び全編成が8両編成となった。この場合は外された6550型は、軽半部内では旧車とは扱わずに、 半端車となる。車子構成の関係で、8両編成の場合 T 車、中間付随車が4両連なる形になる、初代6014階を除く、同じ関西施設の阪急電鉄にも多く見られる、編成形態であるが、京阪においては本系列から確立された。京都型戦闘車となる、制御電動車、2両目の6100型とユニットを組む、主制御機、 パンタグラフを2機搭載する。初代6014号車は VVVF 試作車として製造され、パンタグラフは1機であった。1993年に初代6014は7000系に編入されて7004となり、代わって7000系スタイルの2代目6014号が新造された。2代目6014は他社と同様に2パンタであるが、 全面が垂直で側窓段差が少ないので、他社とは形状が異なる。6001から6011が前期、形車体、6012.6013、初代6014が後期系、車体、二代目6014が7000系系車体である。女性専用車両が設定される平日朝の特急運用についた際は統計式が女性専用車両になる。 京都型から2両目となる車両。京都型戦闘車の6000型とユニットを組む、中間電動車で、補助電源装置や空気圧縮機を搭載する。パンタグラフは搭載されていない。VVVF 試作車だった時の6014、編成に連結されていた、初代6114は、京都方から3両目に連結されており、また6100型で唯一パンタグラフを搭載していた。 2代目6114は、車体は7000系タイプだが、機器類は、他の6100型と同様であり、パンタグラフはなく、京都方から2両目に連結されている。6101から6111が、前期型、6112.6113、初代6114は、後期系、2代目6114が7000系系、車体である。 京都方から3両目に連結される付随車で空気圧縮機などの補助機器を搭載している。他の付随車に比べて床下機器が多い。VVVF 試作車の編成に組み込まれていた初代6614は京都方から2両目、6014と6114の間に連結されていた。初代6614は前後の電動車と共に7000系に編入され、 代わって製造された2代目6614は6014、同様の7000系系車体である。京都型から4両目に連結される付随車で、大阪型に簡易運転台を有する。6501から6511が、前期型、6512から6514は、後期系車体である。付随車で、京都型に簡易運転台を有する。 八両編成では、京都方から五両目に連結される。前期型編成では当初は組み込まれず、八両家事に追加心臓した。後期計、六千十二回六千十三回六千十四回、では七両蘇生時から統計式が連結されていた。製造順は六千七百五十一から六千七百五十三。 6763、6762、6764、6754から6758、6759から6761である。6754から6761が7000系車体。他の車両は後期系車体で、前期、形車体の車両はない。蘇生位置の関係上。 車両番号は50番台車のみである。付随車。8両編成では、京都方から6両目に連結される。正式には6500型に含まれているが、蘇生位置だけではなく簡易運転台の有無で機能が異なるため、本校では50番台と区別する。4両目の6500型とは異なり、6550番台車には、簡易運転台はない。 その他の機器配置は共通である。前期型では7両蘇生時に心臓され、最後の3編成では8両化用の増結者として心臓されている。6551から6561が前期型、6562から6564は7000形者体で後期型は存在しない。なお、第1編成。 第2編成の6551.6552のみキロワットマイナス5 0 b 型台車を装着している。これは、事故で6000系戦闘車の台車が破損した時に6551.6552の台車の台車にモーターを装備して、戦闘車に取り付け一早く復帰させるため。なお現在まで、キロワットマイナス5 0 b 台車が戦闘車の補修に利用されたことはない。 7000系車体の3両は8000系特急車から外された FS-517C 台車を装着している。8000系は FS-517D 取り替え。大阪型から2両目に連結される中間電動車。正式には6100系だが、機器構成が全く異なるため、本校では便宜上別形式として記述している。 主制御機とパンタグラフ2機を搭載しており、機器配置上は、京都砲戦闘車の6000型を中間車にしたタイプである。6151から6161が、前期型、6162から6164が後期系である。大阪型戦闘車となる制御電動車。正式には6000系だが、機器構成が全く異なるため、 便宜上京都型戦闘車と区分して記述、補助電源装置、空気圧縮機を搭載しており、パンタグラフはない。すなわち、機器配置上は、京都方から2両目の6100型と共通である。6051から6061が前期型、6062から6064が後期系車体である。製造時期によって、前期系、後期系、 7000系車体系の3種類の車体が存在する。なお、本系列は、全編成、製造時に4両編成、または7両編成で登場し、後に8両化したため、同じタイプの車体で統一された編成は、存在していない。1983年12月の1500、ボルト小圧に際して、廃車となった600系、1300系、1700系の、 置き換え用に製造された車両であり、77両、第1編成第11編成、当時は7両編成が該当する。1983年3月までに製造され、暫定的に600ボルト電圧仕様とされた20両と、その後に製造された当初から1500ボルト、電圧仕様の57両とに分けられる。台車は、 電動車が、円筒案内式のキロワットマイナス50、付随車が SU 民電の FS マイナス517型を採用している。6551.6552はキロワットマイナス50を、付随車用にしたキロワットマイナス 50B を使用している。これは、事故で、先頭車の台車が破損した時に、キロワットマイナス 50B にモーターを装備して、 先頭車を1日も早く復帰させるためである。後の車体と比較して、側窓が車体より奥まっており、窓枠の段差が大きい。クーラーは2600系の2621回2622回での実用試験をもとに、新造時に三菱 CU-197 クーラー3機を搭載したが、運用中に能力不足がわかり、容量アップのため2度交換され、 現在は、後期系、東芝プーマイナス3043と同じ能力の、東芝プーマイナス3048を搭載している。二度目の交換の時にはクーラーキセも交換されている。なお、最初の交換で取り外された CU、CU-197 クーラー231機の、うち、180機が1 9 0 0四4 5両の、冷房改造に、 残り51機が1000系のクーラーの更新と容量アップに転用されている。また、2度目の交換で取り外された、東芝アップーマイナス3042クーラーは、大津線の80系の冷房改造、600系、700系の新造時に再使用されている。1983年3月に竣工して、同月17日より順次運用開始した。 昇圧当日までの間の留置スペースが77両分確保できなかったことと乗務員習熟の必要から暫定的に600ボルト電圧仕様として昇圧前から営業運転を開始した昇圧までの間全車電動車の4両編成で運用され1両4個のモーターのうち2個のみを使用し回生ブレーキは無効状態とされた1500ボルト昇圧時に 本来の回路に戻されるとともに、付随車3両を組み込み7両編成とされた。1983年4月から9月にかけて、ネア川車両工場に搬入され、同年12月4日の 1500V 昇圧と同時に、運用が開始された。一時車の本来の仕様を持つ車両である。1500V 電圧仕様ではあるが、 河線電圧600ボルトでも時速60キロ程度で走行が可能なようにされていた。これはメーカーから寝屋川車庫に搬入された後、留置のため、淀車庫に自走回送するためであった。第12編成からマイナーチェンジを受けた後期型となった。大きな相違点としては、ブレーキが HRD-1R から省エネ効果の高いハードマイナス1に変更。 電動車の台車が軸量式のキロワット66に変更、クーラーの容量がアップ式性の形状が変更され、側面ガラスが熱線吸収ガラスに変更された。5から6次車では、側面方向膜の窓指示方式の変更も行われた。1986年10月30日に、竣行して、同年11月28日より運用開始した。 京都地下線の試運転用に2600系4両を地下に封じ込めたことによる車両不足分の補填である。当時の型の線の変電所容量の関係で中間2両が不随車のために両方の先頭車からの制御回路やモーターへの引き通し線が不随車の床下に通っていた。1987年4月22から28日に 竣工して、同年6月1日より、運用開始した。1988年3月17日に、竣工して、同月19日に運用開始した。1800系、2代目7両を置き換えた。1989年3月13日に、竣工して、同月15日に運用開始した。1989年2月1日に竣工して、 同年3月1日に運用開始した。1800系、2代目7両の廃車、全廃に合わせて投入された。京都型の4両は、VVVF 試作車ユニットであり、VVVF 電動車の台車は、キロワット77であった。1989年の応答線開業後に、増備された14両は7000系と、同形態の車体を採用している。 側窓が車体との段差が少なく、窓枠が細いタイプに変更されている。また、先頭部の形状も7000系同様に垂直になって、いるのが特徴である。1989年9月14日から19日に、竣工して、同月26日のダイヤ改正より、運用開始した。1991年5月に竣工して、同月31日より、運用開始した。 ラッシュ時の輸送力強化による増尾車両である。1992年9月に竣工して、1993年1月29日より運用開始した。8000系から振り替えられた FS-517C 台車を装着する。1993年12月13日に竣工して、同月14日より運用開始した。 VVVF 試作車ユニットのうち初代の6014.6114614の3両は、系列内の制御装置統一のため、7004、編成建造時に7000系に編入された。この3両に代わって投入された2代目の6014.6114614も7000系車体を採用した。6014は、 先頭車唯一の7000軽車体となっている。なお、6014.6114の台車は、キロワット66である。沿線でのイベント、平方パークでのイベントに合わせて、ラッピングトレインとなっている。2008年5月から2011年11月に、かけて、新都職への変更を実施した。2008年8月6日に新都職1本目となる6008階が、 登場し、8月9日から営業運転を開始した。2本目となる6006回、2009年5月13日では、新都職への変更と同時に、新デザインの座席モケットへの張り替えが実施され、その後他の系列へも波及した。と新都職化され、6000系編成の一般車の原色、旧都装編成は、旧車の6551号車を除き、 消滅した。その6551号車も、6001回が2013年8月から9月にかけて全般検査を終えて、試運転時には、新塗装の551を含む8両で運行され、営業運転時には7両編成に戻されたが、2015年3月より8両編成化されている、2013年の試運転後も、わずかな間ではあるが、 一時的に6551億で8両編成で運用されてたことがある。また、6008回の座席更新も2012年春に実施された。2013年度より統計列のリニューアルが開始されている。内容は内装の更新、車内案内装置の設置、車椅子スペースの設置、制御機器の回収、車体の塗装の全剥離の上での再塗装などである。 全編成の試行完了は2021年度を予定している。第一陣として2014年9月5日、6011回がリニューアルされ営業運転に復帰した。なお、未更新車の一部にも座席の張り替えや全消灯の LED 化が試行されている。2003年9月ダイヤ改正前は急行から普通列車が主な運用の場であった。 2003年9月以降は昼間に関しては普通、淀屋橋駅、茅島駅間と、準急、急行、淀屋橋駅、平方市駅間のみに、限定運用されてたために京都口には、特急運用以外で入ることはなかった。また、当時は限定運用を組んでおり、予備者も存在していなかった急線系の検査時には、特定の便のダイソーに着くことがあり、 この時期には午後以降の時間帯にも上下とも2時間に1本の割合で本系列または7200系による特急の運用が見られた。2006年ダイヤ改正以後、中野島線開業までは土曜、日曜の朝間夕方は特急、休行による15分ヘッドダイヤに変更されたため、土休日に関しては本系列で運用される京阪間直通休行も一部設定されいた。 また昼間は、淀ド橋駅、平方市駅間の急行、準急を中心に運用されていた。2008年代夜改正以降は、中野島線にも乗り入れを行い、一部の快速急行や通勤階級にも使用されている。またラッシュ時、夜間の特急にも充当されている。八行編成は2016年3月19日のダイヤ改正以降、昼間時間帯はとして、 中野島駅、茅島駅、平方市駅間の普通の運用、または、淀ド橋駅、出町柳駅間の快速急行についていたが、2017年2月25日ダイヤ改正において、淀ド橋駅、出町柳駅間の快速急行は急行となり、現在は、出町柳駅急行や、淀ド橋駅の快速急行についている。同様に、中野島駅、茅島駅、 平方市駅間の普通の運用にもついている。8000系や3000系が、検査など運用上の都合により、昼間時の特急や外側特急に、ダイソー運用されることがある。なお、過去には、平日を中心に昼間時の平方市折り返し特急、2008年10月19日のダイヤ改定より2011年5月28日のダイヤ改定までにも運用されていた。 八両編成のみ。外観、技術、内装等の面において、従来の京阪通勤車の概念を覆したことで、鉄道関係者などから、もはや、車体色だけが、京阪電車であることを過労じて物語っているとさえ、言われたほどのイパク等を与えた。1984年に、鉄道ともの会より、京阪車両史上初のローレル賞を受賞している。当時、 車両担当の役員だった宮下実。後に、社長は、設計に際して、3000系特急車の時には果たせなかったので、今度の6000系新造車ではぜひ、ブルーリボン賞か、ローレル賞を取りたいと当時の社長の青木聖太郎に意欲を示し、それを実現させることになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。